はい、でもキャペイチャンです。さあ、声コーナーやっていきましょう。ということで、今回ですけども、昨日ね、ガチャで超神引きしたこの後ろの、新車、シーズン17の新しい車なんですけど、まあ、今回はこれの性能検証と、さらに、火山、嵐の半島マップの火山エリアが、なんか無重力状態になって、なんかすごいことになってるらしい、今回のアップデートで。なんでその辺もね、ちょっと見ていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。ちょっと待って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 、あれやばくね？あれ、見てあれ。あそこ火山だよね。なんかすげえことになってたんだけど。あれが無重力エリアってやつか。あの中だと、めちゃくちゃジャンプが、高く飛べるらしい。あの無重力古城みたいなさ、なんかレジャーあったじゃん前、あれ見たくすげえ高くねジャンプできるらしいよ。しかもなんか普段だとなかった、なんていうのか、空に足場サイズぐらいのちょっとした島がね何個か浮いてるらしい。だからその上で戦うこともできるみたいよ、索敵とか。やばいよね。あそこ行こう。ちょっととりあえずネギ漁って武器ちょろっと持ったら火山行こう。あ、しかもセダンめっちゃちょうどいい。したらあのセダンネギ漁ってセダン乗って性能検証しつつ火山に向かうと完璧じゃない、これ。これちなみにあの通常マッチだからね、これルームではないです、通常マッチ。ちょっとこれ終わったらさ、あのルームで設定できるかどうか見たいね、あの火山のあの無重力をね。設定できなかったらもうあのシーズン17中ずっとあれだからね。大会も嵐の大会もずっと火山が無重力状態。じゃあちょっと乗ってこう。どうよ、うわ、なんかなんだ。まあまあまあ普通って感じかな、直線普通。段差は段差的、え、待って、めっちゃ弱いかも。段差の減速がめちゃめちゃエグいかもしれない、これ。いや、すごいさ、この車、車高低いんだよね、めちゃくちゃ。いや、だから段差弱そうだなとは思ってたけど、段差の減速がやばいかも。ほら。やばくない？なんか基本的ななんかスピードとか、ハンドリングとかは、まあ、波なんだけど、ハンドリングもね、なんか、そんなにいい感じはしないな。普通って感じ。ただ、この段差による減速がえぐい。これめっちゃ、嵐ではめっちゃ弱いかもしれない、この車。どうなんだろう。ほら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 。ちょ。やばくね。めっちゃ弱い説あるぞ、この車。いや、俺の運転が悪いのか。まあ、ちょっとまあ、好みにもよると思うけどね、人それぞれの。ちょっと俺はあんまり好きじゃないかもしれない。あ、痛い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 。ぶっ刺さったらやぞ今。とりあえずあそこのエリア行こう。行くぞ、レッツゴー。おーって、よくわからん。おー、でもすげえ、見て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 。上に小惑星みたいなのすげえ浮いてたぞ。ちょ、弾欲しいな、弾。弾が圧倒的に少なすぎる。ちょ、待って。これじゃあちょっと俺のこの PC 版のさらに磨きがかかったガバエムでは、ちょっと、もしね、あんま敵いないと思うけど、人間いないと思うけど、一応ね、ちょっと持っとかないと不安なんだよな。ちょっと早くジャンプしたい。ちょ、このロガハウスだけ漁ったら、ちょっと飛んでみようぜ。いきます、トゥー。おお、乗れる、乗りたい。あー、あとちょっと届かなかった。じゃあ、あの上乗りたい。この岩の上。これ微調整できんな。ちょ、待って、微調整。OK。え、待って、物資落ちてた、今。やば。この上に物資あるんだね。次は、あれ乗りたい。もっと高いところ。ちょ、行き過ぎると落ちちゃう。調整入れて、むずいな。OK。もう一個高いとこ行きたいな。次は、そこ遠いんよな。あるね。これやっぱ多分各岩に物資が落ちてんだな、きっと。お、これめっちゃ高いんじゃない、ここめっちゃ高そう。え、ちょっと待って、8スコ、え、グレラン落ちてんだけど、やばない？え、 AUG。 待って、
岩の上に英雄寺あんだけど、あ、そういう感じ。めちゃくちゃ高いところはあれなのかな、救援物資的なあのものが落ちてんのかな。やばくない？普通にグレランとか英雄寺落ちてたんだけど、えぐ。多分そうだな、あのこの岩の高さによってレア度が違うんだ。一番高いところに来るとこの英雄寺とか落ちてんだねグレランとか物資の救援、本来救援物資のアイテムが落ちてると。これ大発見だな。いやマジか。ちょっと2個ぐらい気になってるのがあるから、ちょ検証していこう。これこのエリアからエリアの外に撃てるのかどうか、ちょっとあのドア狙ってみる。当たってるよねこれね。あ、当たってるよな。俺のエイムが悪すぎて、あ、壊れた壊れた。ってことはエリアの、この無重力エリアから無重力じゃないエリアも撃つことができると。めちゃくちゃこの岩強くね、そしたらすげえ撃ち下ろせんじゃんね。えぐいぞ。あとは、あれだね、この無重力エリアの高い位置から無重力エリアじゃないところに出た時に、落下死、落下ダメージとかあるのかどうか。ちょ、それ試していこう、次。誰？俺の車燃やしたの。誰かに俺の車燃やされたんですけど。は？なんか俺の真下でやり合ってんだよな。あいた、あいつじゃね？あいつ人間だよ多分ね。あるる、あるるじゃん。多分あとはもう冒頭、多分あいつだな。今のやつが俺の車燃やしたんだな、嫌がらせに。なんかあいつ待機場で見たような気がするもん、あの服装。よし、じゃあちょっくら検証してみようか。無重力エリアから無重力エリアじゃないところへすごい高い状態で落ちたらどうなるのか。行くぜ。はい、出ました出ました。おお、急激に落ちていく。どうよ、どう。あ、無傷。そうなんだね。あ、じゃあ無重力エリアから別に気にせずジャンプで飛び出してもいいってことだ。ちょっとやばいな、俺アンチで死んじゃう。ちょ、急がないと、急がないとまずいぞ。いや、これはさ、意見が分かれそうだよね。どうなんだろうな。いいんじゃない、面白くて新しくて斬新でっていう人もいれば、いや、こんなんじゃ大会の戦い方全然変わってくるわっていう人も絶対いるだろうからね。これは意見が真っ二つに割れそうな気がする、俺は。まあ俺個人的にはね、別にあんまり嵐やるわけでもないし、なんかね、もうこのマップも3年ぐらい経つでしょ。なんかちょっとね、マンネリ化を壊す意味でも、まあありっちゃありなんじゃないかなと思うけれども、猛者の人たちからしたらね、やっぱ嵐をさ、こう研究し尽くして、もうね、ここが強い、あそこが強い、ここは車線通んないとかさ、やっぱあるわけじゃん、自分なりのこうデータがね。それをこんな高いところを取れるようにしちゃったら、一気に多分それがね、ガラッと変わっちゃうだろうから、まあ多分どうなんだろうな、エンジョイ勢からしたらいいんじゃないって感じだろうけどね。そうじゃない人たちからしたら、いや、いらんいらんいらんってなりそうな気はする、俺はね。俺はどっちでもいい感じかな。まあ通常マッチだったらね、ありなんじゃないかなと思うけど、面白そうじゃねみたいな、行ってみようとかなるけどね。てか、ずっと気になってたけど、この左上のさ、なんかゴミ箱みたいなマークなんだろう。あんなのあったっけ。まあいいか。何かよくわからんけど、まあいいか。あと残り2人はもう絶対ボットで終わりじゃん、これ。もう残ったりボットだわ。多分プレイヤー、あの時俺の車終わったあれだけだね、きっと。あー、終わった。やっぱ最後ボットだったな。よし、じゃあそしたら、あのルームでこの無重力状態を設定できるかどうか、そこだけ確かめて終わろっか。いや、これだってシーズン17中ずっと続くわけでしょ、あの無重力状態、火山エリアの。それだけちょっと確かめたいよね。通常バトルだよね、通常バトルで、うん、特に特別なやつはないもんね。で、嵐にして高級で設定ができるかどうか。いや、ないないね、なし。設定できませんということで、常にあの火山エリアは、まあ、ルームでも通常マッチでもあの無重力状態になってるっていうことっすね。
はい、ということで、スマホ版の方もね、明日には、このようなアップデートが入りますので、楽しみにお待ちください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。